こんにちは。こんにちは。はい、今日ご紹介するんですね。こちらです。何だと思います、これ。何ですか？指輪じゃないですよ。なんかそんな感じのお願いしますみたいな感じに見えますが、まさかの2個入ってるんで。いいですか？今日ご紹介するんですね。ネクタイピンじゃなくてですよ。ネクタイピンじゃないじゃん。ずっと話してたから。カフリンクスでしょ。カフス。はい。ロゴのカフリンクスって言ってて、カフリンクスって乳児だというのかな。カフスっていうね、日本語ですね。カフスっていうね、はい。で、こういうことですよ。要はですね、ワイシャツのこう止めるやつですよね。私昔ね、ワイシャツ着てるときは、着てる時代もあったんで、私も。とにかくね、これじゃない方ですけど、つけてますけどね。結構ね、ハマるとね、カフスっていいんですよ。すごく。急におしゃれ感出るんで。こういうことですよね。はい。もう、なんて言うんだろう。まあこれ多分女性はわからないかもしれないけど、もう男性からするともう、ああいつもこういうやつね、このタイプねっていうタイプ結構いろいろあるんですけど、はい、これをこのあこうか通してスーツなんだっけ、シャツのボタン、そうそう、ボタンの横に穴開いてるんですよ、スーツって絶対。え、じゃあボタンを取るってことですか？違うんですよ、ね、なんて言うんですっけ、袖あるじゃないですか、はい、袖にボタンがついてるじゃないですか、普通止めるように、はい、でそのボタンの穴はあるじゃないですか、ボタンが入る穴じゃなくてボタンの側にも穴が開いてるんですよ、ワイシャツって実は。なんでボタンを使わないでピタッてやるとその穴同士がくっつくんで、そこにこれを入れてこれをピッてやるとですね止まるんですよ。すごい。ここはこうやって、それがカフスでございます。まあなんだろうな、まあ私もねもう最近こんな格好しかしてないんで笑ったな笑われたけど、まあそうなんです、使わないんですけど、まあ昔はですねシャツを着てるときはですね、まあ夏もね半袖になっちゃうと使わないんで、冬ですよね。ちょっとこれねやっぱりおしゃれなんですよ。っていうのもカフスって意外と需要なさそうであるんですよ。使う人にとってはかなりいろんなのでカフスコーナーとかデパートとか行くとすっごいいろんなのあって、はい、で、 でもピンキーなんですよ、ほんと数千円で買えるものからもう何万円ってするものまで、もちろんダイヤが入ってるとかもあるからあるんです、いっぱいあるんです。なんですけどやっぱりそのなんかそのなんかさ、犬好きの人がワンちゃんつけてたりとか、わかる、猫好きが猫つけてたりとか、そういう主張、ちょっと主張する大人のおしゃれなんですよカフスって、はい、そこがやっぱこれなんですよ。すごい。そう、わかるでしょ、もう見た瞬間に あ好きだ、ラグビー好きでしょみたいな、そういうことなんですよ。そういうことのためのこの商品なんですよ。で何がいいってですね、これね、この箱が入ってる、箱に入っちゃってる、入ってるんで、はい、入っちゃってるって入ってるんで、プレゼントにやっぱりもういいわけですよ。そうですね。で結構小分けなんですけど、うちの東京店とかに関してだと、まあ大阪店とかそうかな、福岡もそうか、みんな店舗で買われる方多いのがやっぱりね、その日、はい、これからラグビーの人に会うんですけどプレゼントっていう時のはもう本当に、確かに、ね、大人にはこれ、あとねネクタイでしょ、はい、もうあとこの前言ったピンバッジとかもあるし、はい、このオールブラックスってやっぱりうまいんですよ。なぜかというともらって嫌な気持ちはしないじゃん、しないです、嬉しい、邪魔しないというか、あんまピカピカガビガビしてないから、これ別についてたところでかっこよくないみたいな、かっこいい、そういう話なんですよ。なんでオールブラックスはやっぱ世界で一番成功してると言われているプロじゃねえな、スポーツチームって言われてるね、はい、そのマーチャンダイスの部分がかなり成功しているということなんです。だから前ね紹介したとこれがね開けたらですよ、サメ太郎とか結構まずいわけですよ。まずくはない、まずくはないけど、ちょっとチラチラ見えてる大人男性のね、なんかこう偉そうなこと話してる人のチラチラ見て、ここがあの目がさ、サメ太郎が出てたらうんってなっちゃうわけですよ。で普通ラグビーしてない人がサメ太郎見たらただのやばいやつじゃん、あのサメがいたら、でしょ。そういう意味ではオールブラックスだったらもう鉄板じゃないですか、どんな人が見たってビジネスシーンしちゃった。だいたいスーツ着てる人はビジネスシーンだけじゃん、デートにわざわざね、うん、スーツ着ていくなんて、まあそれあるかもしれないですよ、帰国する時ね。私もこの前ね行ったんですよ、その辺のなんかフランス料理に接待で、はい、もうものすごいところに、はい、いやさすがにその一緒に行く人が、だから気軽な格好でいいよって言われたら、気軽OKですって、バッチリスーツできましたね結局スーツかね、ジーンズしか持ってないんだよ僕は、間がないんだよ、間がいいですかそういう時たまにレアな俺が見れるわけですよ、レアスーツっていうことですよね。そん時指摘が起こったなこれ、確かに、はい、っていうことなんですね。まあでもね、いいんじゃないですか、こういうねロゴとか、ああもちろんカフリンクスとかっていうのは結構やっぱニュージーランドってイギリス系の国だから、はい、
文化の違いですよね。はい。なんで、ぜひですね、あの、日本人の皆さんもですね、日本の皆さんって言えないけど、まあ、大学生ぐらいになったら、ちょっとカフス1個ぐらい持ってるのは、おしゃれかもしれない。はい。と、俺は思います。ちょっとぜひね、店舗に置いて、これ確かね、各店舗に置いてあるんで、ちょっと行って、見てみてください。手に取って。そうですね。どういう風になってるかが分かると思いますのでね。はい。はい、というわけで、今日ご紹介したのは、こちらのオールブラックスロゴ、カフリンクスのご紹介でした。よろしければ、下の概要欄を見てみてください。では